これね、かよちんとお揃いのペンケースなんだにゃ。昨日の帰りに可愛いのを見かけて二人で買っちゃった。うん、りんちゃんとお友達の印って感じがして嬉しいんだ。別にりんと花代が仲いいことなんてずっと前から知ってるし、わざわざお揃いのものを買ったからって見せびらかさないでくれない？マキちゃん、もしかして。な、何よ。リンたちの仲間に入りたいのかにゃ。じゃあマキちゃんも一緒のペンケースにしようよ。はあ、そんなこと言ってないし、もう意味わかんない。あれ、マキちゃんもお揃いにしたいのかと思ったんだけど。だいたいね、私がお揃いのグッズを買いたいのはこの子。え？な、なんでもない。私、今日は用事があるからもう帰る。あなた、わざわざついてきたの？別に変なんかじゃないわよ。え、それは無理。友達だったらこんなに困らなくて済んだのにね。心配してくれてありがとう。でも大丈夫だから。それじゃまた明日。よし、アルバイト頑張らなくちゃ。お金をもらえたらあの子とお揃いのトートバッグを買うんだから。